タシュティク文化とは、紀元1世紀から4世紀にかけて、シベリアのエニセイ川中、上流域、現在のクラスのヤルスク地方、ハカス共和国、ケメロボ州東部に栄えた文化である。エニセイキルギス人に関係があると見られている。タシュティク文化の集落、鳥出や墓地などの遺跡は、エニセイ川流域、特にミヌシンスク盆地から、南のサヤイ渓谷に多く発見されている。 墓地からは、多数の副葬品が知られている。仮面仮面特に有名なのは、ミヌシンスク北方のオグラハキ墓地遺跡で、レオニートクイズラソフにより発見された、多数のミイラで、石膏製の葬儀用仮面が付けられていた。他に、毛皮や絹の衣類なども見つかっている。また仮装骨を入れた革製の人形なども、見出されている。仮面によれば彼らは、高カソイド的な顔立ちをしている。 四季などの中国資料によればこの地域には、元代には、健康、後の時代には、渓骨などと呼ばれた遊牧民族がおり、高毛平気眼で花の高いコーカソイド風の顔立ちをしていたという。彼らは、エニセイキルギス人の祖先とされており、タシュティク文化も彼らによるものであったと推定される。ありがとうございます。